ドミュージック。よっしゃ、カメ発見。チラシはどこだ。カメが浮いてる。これぞ忍びの力。カメ道楽が私を呼んでいる。何やってんだい。やだ。そのチラシがどうかしたかい。いない顔だね。最近亀道楽のチラシにいたずらする輩がいるって聞いたけど、その仲間かい。何でも矢の追っかけじゃないだろうね。顔はあれだからわからなくもないけどさ。はあ。でもやめときな。ありゃとんでもなく面倒な男だよ。よほど根気強く待つか、それか強引に行かないと本心は見せないだろうね。いるんだよそういうのが。こっちがあれこれ気を回してやってやっと。私違うんで。じゃあなんだい。迷子です。でもまあ大丈夫。亀道楽の気配がする。見つけた。うわだけど、チラシゲット。私にかかればこんなもんよ。おい、こっちだ。どこかのバカが亀道楽のチラシを廃校場に隠そうとして襲われたんだ。お嬢さんも廃校場には近づくんじゃないぞ。おお、お嬢さん、チラシを集めてきてくださった。1カメ、2カメ、3カメ、4カメ、5カメ、6カメ、素晴らしい。お嬢さんがキャンペーン達成第1号です。おめでとうございます。まあ私の手にかかればこれぐらい余裕だね。ああそうだ、これ差し入れ。これはダチョウ豆ということはお嬢さんも。なるほど、お忍びというわけですね。本当ならうちの店で酒でも酌み交わしたいところですが、お忙しいようですな。それに酒を飲むには人年齢が足りませんな。もう少し経験を積まれた暁にはぜひ亀道楽ミッドガル支店にお越しください。とびきりの料理と酒を用意してお待ちしてますよ。